1, 2, 3初心者さん向けシンプル簡単バージョンやってました。今のどうですか？ちょっとあれなんかちょっと不思議だけど、これだけ聞くと大丈夫かなというような気もするんですけど、やっぱり聞き込んでいるとキーがガッと変わるところですごくドラマティックな影響があるんで、いずれはねキーを変えたバージョンも演奏してみたいなということなんですけど、ひとまずはですねこの入門コードだけでできるというのがこの今回のポイントになってます。で今のさっきも言ったんですけど、曲の長さはガズレールオリジナルで、前奏から1番の A メロ、B メロ、1番のサビやって、そしてもう終わっちゃったということなんですけどね、それだけでももうほんとてんこ盛りなんですよ。まずここまでやってみましょう。そして今日の前編の動画の後半はかっこいいバージョンいきますからね。はい、いろんなコードそこでも出てきます。そしてですね、今の動画と一緒にできた方もいると思うし、これから後半いろいろやっていくんですけど、やっぱりね僕の願いとしては YouTube 動画で合わせられるようになった方は今度ご自身だけの演奏できるように、やっぱ紙とかに書いたりプリントアウトしたりして、動画なしでできるようなのがいいと思います。その時の参考になるようにいつもですね、数こんな感じで、ノートをね皆さんにシェアしております。これを見ながらちょっと見ていこうと思うんですけど、その前に今このガズクラブというサービス始まって、このガズクラブというのは毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のホムラを含むガズが、書き溜めて取り溜めてきた、楽譜ノート楽譜を毎月5曲皆さんのお手元にダウンロードできるという画期的なサービスで、まあじゃあちょっとこれをね参考に書き出していってもらいたいと思うんです。はい、それでは、ノート楽譜見ていきましょう。はい、炎と書いてホムラリサさんで、ここにね高難度バージョン、高難度ショートバージョンって書いてあるんです。これ高難度ってどういうことかっていうと、最初コード拾った時に、その転調ありの方で書き出したんですよね。それこれ見慣れないコードがいっぱい出てくるぞ、この辺。これはちょっと難しいんじゃないけど、見てこれ。で、思ったので、後で考えてみて、転調しないコードもこっち書き出したんですよね。こっちに書き出したのは、いわゆるガズレール必須コード、入門コードのグループなんで、この今日の楽譜の見方は、こう、イントロからバーっと来たら、この B メロの後半のとこから転調が始まる。ここに、今のシンプル簡単バージョン、こっちにコードが変わりますということなんですよ。で、じゃあこのコードをちょっと今映すんで、これ、一時停止してメモっていただくか、動画のテロップを見て一時停止して書いていただくか、あとガズクラブでゲットっていうのがいいと思うんですけど、いつものようにね、こう下にくるっと囲ってあるやつはかっこいいバージョンでやるやつなんで、後でこの辺は説明していきます。まず、B メロの、だから、ここまでかな。1、2、3。ここの行までは、これが、バッチリです。で、ここの F マイナーから、ここから転調が始まるわけです。ここのとこからこっちに移動します。なんで今、さっと映しといて、まだこれ一時停止書いてもらって、それで、ここに変わったわけですね。はい。で、これが、今日の前編の動画はこのコード進行でやります。で、これからもう一個の動画の後編のバージョンは、
ここはこの F マイカーに転調したこのオリジナルキーのコードって変換のままやっていこうと思います。はい。そういうわけで、こっちはね、安心のコードネームが出てくると思います。はい。さっと移していきましょう。はい。ね。はい、そんな感じになってます。じゃあ、出てくるコード解説。まあね、今回は、この赤く囲ってるところがですね、動画の後編版、後編の動画。今日のやる動画はここの中で収まりますということです。ちょっと見てみましょう。この Bm7 の5。これはかっこいいバージョンでやりますね。ちょっとややこしいですよね。はい。まずね、整理すると、今日やる前編の中でも簡単バージョン、かっこいいバージョンがある。で、こう、もう一個の動画の、後編バージョンでも、簡単版、かっこいいバージョンがあるんで、4バージョンあるってことなんですよ。4バージョン。その中で今日の前編の中では、このコード以外はこれが今やったシンプル簡単バージョンね。いってきます。C と Am と F と Dm、G7、E7、Em7。これが入門コード、ガズレレ必須コードで、これだけちょっと別なんで、これだけちょっと後別。このガズレレ必須コード、これまず、これ、ガズレレ必須コード。これはウクレレ始めようとした人に一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループ。これ覚えてください。これはね、必須って書いてあるでしょ。まず、覚えて。簡単だから一個ずつ見たら。この解説動画ここに貼っておきます。このガズレレ必須コードはこの動画で完全マスターしてください。今日はもうどんどんいきますよ。そういうわけで、これからやるかっこいいバージョン。もうここからかっこいいバージョン説明に入ってます。かっこいいバージョンでは、Bm7-5 というコード。このコードがね、結構かっこいい。ちょっとやってみましょう。まず押さえる場所、これよく見てもらいたいんですけど、面白いのが、G7 を押さえてもらって、ここに Am のところが、足されたというふうに覚えておいいかもしれない。つまり、こことここ。はい。あともう一個の考え方は Dm を押さえてもらって、Dm ってこことここ。ね、1弦の2フレットを押さえる。これどっちでもいいと思うんですよね。Dm をベースに押さえたい人は、こうやって押さえて小指で1弦の2フレット。はい。G7 をベースに押さえたい人は、ここ、親指で押さえたりっていうのもあるけど、まあ、こう Dm を押さえて小指の方が一般的なのかなというふうに思いますけど、ちょっといろいろ試してもらってですね、G7 で親指も、まあまあ、どっちでもいい。響きはすごくいいですよ。これ一瞬入ってきますんでね。このコードを使っていきましょう。はい、そして、じゃあここから、前編の簡単バージョンのかっこいいバージョン。ややこしいですね。すいません。はい、これからかっこいいバージョンやります。かっこいいバージョンはやっぱね、リズムが全然こう変わってくるんですけど、どんなリズムかというと、まずですね、ガズペジオ。前半はガズペジオで、後半は16ビート、チャでいこうと思います。この二つの弾き方。これは深いリズムなんですけど、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページで、その中からガズペジオと16ビートチャというレッスン動画、それぞれリズムのね、動画が公開されてますので、ディープにちょっとやってみてください。こんなリズムです。最初は。これがガズペジオ。ちょっとこうつまびく感じですね。で、曲の中の、このまま続くと思っていた。こんな感じでダンスク、高津。ここが渋い。この16ビートチャ、こうゆったりした感じなんですけど、サビもそのままドーンと16ビートチャでなだれ込んでいきます。ちなみに16ビートのチャというのはちょっと難しいリズムなんで、しっかり動画で勉強してやってみてください。そして、この曲の中に、このマーク、この矢印マークいっぱい入ってきますよ。これはシンコペーションの合図でございまして、これガズレレだけの合図ですかね。リズムが前にスコーンと食い込んでくるということなんですけど。このシンコペーションなんですけど、B メロの後半のところで、やると分かりやすいかと思います。呼び合っていた。光がまた胸の奥に熱いのに、今の G7 の前にドーンと前に来たでしょ、胸の奥に熱いのに、このリズムがスコーンと前に食い込んでくるのをこのマーク、シンコペーションというマークで表記してます。これリズムなんか出てきます。あとね、これイントロとかガズペジオのところでも出てきます。ちょっとイントロやってみると、レーンこんな感じ。でーん、でーん、でーん、リズムがスコーンと前に食い込んでる。このシンコペーションマークね、不意に出てくるんで、これ、要注意ですよ。はい、それではですね、曲の中の、まず A メロのところとか、ま、ワンブロックにコードが4つ入ってきて、さらにシンコペーションっていうところがあるんで、ちょっとやってみましょう。さようなら、ありがとう、声の限り、悲しみ。今の分かった？じゃん、G7、G7C、G7。こんな感じ。もう一回。あおなら、ありがとう、声の限り、悲しみ。この辺ちょっとね、難しいけど。ダンドゥン、ダン、ダン、ダン、ドン。こんな感じのシンコペーションのガズペーションを、やってみましょう。で、このパターンでサビの後半でもちょっとね、複雑な決めがあるんで、サビの後半やってみましょう。せーの、さん。夢が一つ叶えたり、僕は君はまあ、ここシンコペーションの強くな
なりたいと願いないか。決意。今のところがちょっとこうリズム難しいところでございますが、ちょっと聞き込んで、もうちょっとゆっくりやってみるか。夢が一つ叶うたび、僕は君を舞うだと、強くなりたいと願いないか。決意。ここ一番難しいんですね。だからシンコペーションとワンブロック4つの、しかも16ビートのチャの輪の中でやる。ここがキーポイントになると思います。はい、そういうわけでこの曲はこのリズム的にもね、すごくこだわりを感じる。シンコペーション決めとかね。はい。で、今回これでも転調なしなんで、これでも簡単バージョンなんですけれども、はい、今日はですね、この前編の動画の最後の方で、ほんと必殺のアイデアが飛び出しますんでね。まあ、これかっこいいバージョンやってみましょう。まあ、それからです、それから。はい。ホムラ、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー。さよなら、ありがとう、声の鍵。悲しみよりもっと大事なこと、去りゆく背中に伝えたくて、ぬくもりと痛みに間に合うように、このまま続くと思う。さんのホムラ、ガゼレリルかっこいいバージョンやってみました。やっぱこの16ビートだとね、スケール感ドーンって感じが出て、シンコペーションの決めとか入ってくるとほんとかっこいい。かっこいい。まずこれ、まずこのやつをできないと、この、転調するバージョンの後編版バージョンはちょっともう本当に壊滅的にできないと思うので、まずここからやっていきましょう。はい。で、今日はさらに特別編ですからね、裏技、ここから裏技登場させましょう。はい。登場しました。ドーン、カポタストです。これカポタストって言うんですけど、これはね、ギター用だったり、ウクレレ用、いろんなもんがあります。で、これいろいろ皆さん試していただきたいと思いますけど、カポタストってなんだ、よくわかんないなという方、ここにリンク貼っておきましょう。カポタスト前にね、めちゃくちゃ詳しく解説してる動画ここにアップしてますからね。はい、これでカポタストの使い方見てください。そしたら今日どうやって使うかがわかると思います。で、説明するとですね、曲、今のシンプル簡単バージョンやってたんですけど、B メロの途中のですね、呼び合っていたところから、ですね、このカポタストを演奏中にはめるという裏技です。だから、そのまではずっと歌ってきて、そこのところになったらサクッとこの3フレットにはめるんです。そして B メロを演奏して、そしてですね、サビになったらなんとこの3フレットに、はめていたカポタストを2フレットにまたずらします。これがいわゆる転調なんですよね。で、これをずらせば、今日やってる前編編で使ってるガズレレ必須コードで、これいけるんですよ。はい。それがね、ぜひ今日皆さんに試してもらいたいんですけど、ただ一瞬にしてこれ演奏中にはめるっていうのはどうしたってこれどっちから手離さなきゃいけないんで、そこをこう歌で伸ばして繋いでいくとか、そういう技術が必要になると思うんですけど、そこのところのちょっとね、デモ演奏をやってみたいと思います。ワン、ツー、ワン、ツー、このまま続くと思っていた、僕らの明日を胸の奥に熱いのに、
僕たちは燃え盛る針の途中で出会い、手を取りそして離した。こんな感じになります。このカポタストを最初この辺にこう挟んどいて、B メロの呼び合っていたんだったら3フレットにはめて、この簡単コードで D マイナー、ここで D マイナーを作るわけです。これがここだと思って、こう D マイナーってここでしょ、こう D マイナーってやって、で光がまた胸の奥に熱いのに、ここのなった次、僕たちは燃え盛るサビになったら1個2フレットにこれをグッとずらす。そして必須コードやる。これで、なんとかちょっとこれをなんていうカポタストを使って転調を再現することもこれできますからね。はい、これ結構裏技中の裏技ですけど、うまくボーカルで繋ぎながらやったりすると、表現としては結構これもありじゃないかなというふうに思います。トライしていただきたいと。見たことないコードばっかりでしょ。これはなかなかもうですね、相当努力が必要でございます。でも、まあ、こういうのもちょっとたまにやってみるとですね、世界がまた広がるかもしれないということで、はい、見ていきます。ここまでは、前編と同じシンプル簡単バージョンのコードなんですけど、今日、ここの B メロの、ここの F マイナーから、ここで転調するんですよ。で、ここの1行で転調するでしょ。はい。そしたらですね、サビ、そしたらまたここでも転調するんですよ。転調が2回あるということでございます。はい。なんで、まずここからコードが変わってきますから、これちょっとまずメモってください。はい。ここからここまではね、まあまあ、これも一応写しとこう。これ一時停止して書いていただくか、動画のテロップを一時停止して書いていただくか、あとはこの画像クラブに入ってゲットでも、してくださるのもいいと思います。ちなみに、ね、前編はこっちやったんですよ。はい。今日は後編だからこっちをやります。転調ありバージョンね。F マイナー、これ見たことないコードいっぱい出てくるよ。こう下のくるっと囲ってるやつは、かっこいいバージョンで弾くコードですね。これややこしいな。転調ありバージョンの方の簡単バージョンかっこいいバージョン。上の段は簡単バージョンです。はい。はい。この辺も見たことないやつばっかりコードね。はい。こんな感じです。そしてここの最後。これ短いね。まずショートバージョンですからね。まあ、前回もそうだったんですけど。それ中でも山盛りですから。はい。じゃあ出てくるコードどんどん見てまいりましょうということです。はい。いいですか？まずこれ。まずね、F マイナー。これ順番に行こう。F マイナーと G マイナー7セットと行きましょう。F マイナーっていうのは、押さえる場所、ここと、ここと、ここ。これよく出てくるね。はい、こうやって押さえるのが教科書通りですよと。はい。
わかりますか？はい。で、ガツの場合はこの部分をこう親指で握っちゃいます。これどっちでも押さえやすい方、人それぞれでいいと思いますよ。はい。これどっちしろ押さえづらいコードなので、いろいろ自分ではどっちが押さえやすいかな試してください。あと Gm7 っていうコードは、押さえる場所、こことこことここ。こんな風に押さえるのがいいと思う。このぐらい反り返る。1弦これ、1弦と2弦1フレットなんで、こうやって反り返ってちょいと足す。これができるとすごくいいなという風に思います。はい、どんどんいきます。今日めちゃくちゃコード出てくるもん。次はね、これ、この辺はね、3つセットでいきます。G シャープ星と A シャープ星と G。これちょっと見といてくださいね。はい。まず G かな。G っていうのを押さえる場所、こことこことここ。これね、こうやって押さえるのがいいんですよ、G って。人差し指が3弦、中指が1弦、薬指が2弦。この形いいと思うんですけど、まあもちろん、これでもいいですよ。4弦以外をこうビチャッと押さえて、ここ立てる。はい。これが G です。はい。で、この形のまま、一個こっちにずらします。よいしょ。これが G シャープ星ですね。はい。OK。で、この形のまま、もう二個こっちにずらす。これが A シャープ星という風になります。これ連続でやってみると、G から G シャープ星。こんな風な説明になるんですけど、この星がついてるコードっていうのは、本当はちゃんとした正式名称があるけど、なんかもうややこしくなりそうなんで、ガズがちょっとよくわかんないけど、これはすごく簡単で押さえやすいよという時に使われるコードなんで、ガズレレ以外で F 星とか言っても全然わかんないんで、ガズレレだけの世界観ですからね。はい。一応ガズの中ではこれ G シャープ星、A シャープ星ということでやっております。オリジナル感、オリジナル感、炸裂です。はい。で、ここが出てきた、これ。見て、B マイナーというコード、これは難しい。これはどうやって押さえるかというとですね、押さえる場所はこことこことここと、ここなんですよ。つまりここ3つビチッと押さえて、ここをこうやって立てる。それからもう2フレット全部押さえちゃって、ここをこういうのを押さえるっていう。こういうふうに指1本で押さえるのを制覇とかバレーとか言うんですけど、まずですね、これコツがあって、ここ絶対にここにスペースがないと押さえられないです。握り込んでる人はここ、これできないんですよ。だからまあこういうふうにクラシックフォーム、数がいいところのクラシックフォームに変えて、ビチッと押さえるわけですよ。ここでビチッと全部押さえちゃうわけね。はい。で、ガズがよく思うのは、ここにはね、関節があるんで、ちょっとこっちの方が、この面よりもこっちの方が平らなんですよね。なんで、気持ちですよ。こっちに向けといた方が、安定するんじゃないかというふうに思います。そして親指と一緒にこうギュッと挟み込んで、さらにテコの原理で引っ張り込むのを使うと、これ結構いいと思います。こう、こうやって押さえて。B マイナー。これはね、なかなか出てこないコード。あと、これはね、結構楽ちん。A というコード。A。A 押さえる場所は、こことここですね。こことここ。はい。はい。ね。あ、じゃあ、そうだ。これコードダイアグラム出てきます。次、D です。D もね、なかなか出てこないです。押さえる場所はね、こことこことここです。一弦以外、こことこことここと。こんな風に押さえるのが定番ですけど、これ男性だと指がちょっと入りきらないなという方は結構多いと思うんですけど、ちょっとチャレンジしてみてもらって、裏技としては、人差し指でこうやってやって、一弦をこうやって、このぐらいギュッと反れる人はこれでもまあまあいいと思うんですけど、結構リスクはありますね。これ一弦が触れちゃうリスクあるんで。まあ、これで抑えられればいいかなというふうに思うんですけど、この狭いところですからね、ここにこうなんとか入れてもらうと D はいいかなと思います。はい。そしてですね、はい。これが難しいんだな。F シャープ。F シャープというのはですね、これもさっき B マイナーで出てきた制覇をやっぱ使うんですよ。1フレットです。1フレット全部押さえといて、さっき制覇ってやったでしょ、これ。ここで、ここを、白いとこだと思って F を押さえるっていうイメージかな。はい。F ってこうじゃないですか。で、この白いとこが一個こっちにずれたって、この棒を、白い棒を人差し指が再現してるっていう。はい。こんな感じですね。これ F シャープ。だからこれもね、テコの原理でギュッと引き込むパワーも使わないとね、一弦綺麗にならないと思いますね。はい。その次が、これはね、C、シャープ、セブン、ファイブ。名前がすげえ。C シャープ、マイナー、セブン、ファイブ。名前がすごいけど、これ結構簡単だよ。はい。これは一瞬出てくる。一瞬。押さえる場所は、だから1弦の2フレットと A7 のところだね。これが、なんとも言えない響き。これ転調してるからね。なんかちょっと、いつもとさらにね、雰囲気が変わるんですよ。これ C シャープマイナー7-5。長えという感じですけどね。で、あと、かっこいいバージョンではね、もう一個だけちょっとね、A のディミニッシュ、これもガズレレオリジナルの解釈なんですけど、ちょっとこれどうやって使うかって解説した方がいいと思うんですけど、さっきのね、このね、G と A シャープと G シャープ星、G シャープ星、A シャープ星、G のところの流れで出てくるんですけど、ちょっとやってみるとですね、曲の中で言うと、
呼び合っていた光がまだ胸の奥に熱いのにのところで出てくるんですけど、G シャープ星から G シャープ星をってこうだったじゃないですか。ここのところ押さえたまんま小指見て、はい、小指ね、ここ、これを押さえると、A、D ミニッシュになるんですよ。の響きを再現できる。正確な押さえ方じゃないけど、これガズレレが考え出した押さえ方です。つまり、ここと、ここと、ここ。こことこことここと、この3つですよね。はい。これちょっとそこやってみると、ワン、ツー、スリー。呼び合っていた光がまだ胸の奥に熱いのに。わかった？ G シャープ星から、これ、だんだん上がってくる感じ。シンコペーションって、ここもちょっと難しいところですね。はい。ここ、このコードを使っていきます。これでやるわけだから、ちょっと今日、いくつあるんだろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19個のコードが登場します。転調するってことはこういう曲で。で、転調っていうのは、よく一般的にあるんですけど、1曲の中で2回とか3回転調が出てくるっていうのは、結構珍しいと思うんですよね。しかもこれ、歌メロがね、そこにうまくこう、混ざってくるんで、なかなかね、こっちのやっぱ歌聴いてる方にはもうお馴染みだと思うんですよ。で、ちょっとやっぱ抑えるの難しくなっちゃうんですけど、ここは挑戦ですね。そして、いろんな決め、今もちょっとシンコペーションとか出てきたじゃないですか。あの辺の細かいところは、前編の転調なしのところでいろいろ解説しています。例えばこの矢印マーク、シンコペーションだとかなんですけど、これコードが変わるだけでもう悶絶難しくなるんですよ。そこの代表的なところ、サビの一番最後のところちょっとやってみようと思います。ワン、ツー、スリー。夢が一つ叶うたび、僕は君を舞うだろう。強くなりたいと願い泣いた。決意。ニュアンとかめちゃ難しいですよ。これもう、せいやが入ってくるところで決めがあるからね。もう一回ゆっくりやってみよう。せーの、はい。夢が一つ叶うたび、僕は君は舞うだろう。強くなりたいと願い泣いた。決意。今んとこめっちゃ難しいです。これで、前半やったシンプル簡単コードでも難しいのに、これコード違ったらもう、まあまあこの辺が醍醐味です。ゆっくりここ練習してみるのがいいと思います。こんな感じで、あらゆる決めもですね、前編のガズレレ必須コードでやったバージョンの時とそのリズム感は変わらないんですね。コードが変わってるだけだということで、まあ詳しい解説はその前編の方でやっておりますんで、ご覧になってください。いやー、それではやってみましょう。はい。鬼滅の刃主題歌のリサさんの歌うホームラン、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。
んのホムラガズレレ流かっこいいバージョン店長ありでやってみました。もう見慣れないコードがガッツガツ入ってきて、しかもシンコペーションとか入ってきますからキメもあるしね、もう脳みそがねバコーンってもうね爆発しちゃってると思うんですけど、これさえももう楽しんでいきましょう。さあ皆さんお知らせです。ガズのウクレレたちの事前予約注文並びに販売が再開されております。はい、今ざーっと、ね、出ているこの種類のウクレレなんですけど、それぞれあのガズの、初めてウクレレ初心者様に優しいリーズナブルなウクレレは即販売です。それ以外にこう並んでいる G ラボウクレレ、ベトナムホーチミン工場で作られているこうあのウクレレについては事前予約注文を受け付けております。はい、詳細はガズレレ公式ホームページ内にここのちょっとリンク先行ってみてください。これね、面白い情報たっぷり詰まっておりますんで、ホームページを見るだけでもね、このウクレレに関すること楽しいですから、ぜひご覧いただければと思います。ご予約ご注文お待ちしております。このキャップとか T シャツとかこうストラップとかこの水引きとかもありますし、こう本があるんですよ。今これ出てる本プラス最近この本もリリースになって、これもねもう全部合わせて累計ねもうね15万部ぐらいのあの皆さんにあのご購入いただいて本当にご活用していただいてるんで、まあこういう本とかもね書籍もいっぱいあります。あのガズレレで出してるこういう本とかアプリとかもあるんですよ。まあ、詳しくはね公式ホームページガズレレ公式ホームページ見ていただくともう盛りだくさんなことやってますんで、ぜひとも皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。